A-6 イントルーダー A-6EA-6、e、はアメリカ海軍と海兵隊が1963年の1997年までの34年間運用した艦上攻撃機である。ベトナム戦争や湾岸戦争をはじめとする収益期間中に発生したアメリカ海軍の艦上機が何らかの形で関わったほとんどの戦争や紛争に参加した。愛称はイントルーダー。 派生型に EA-6B プラウラー電子戦機が存在し EA-6B はアメリカ海軍で2015年まで海兵隊では2019年まで運用されていた爆弾などの対地攻撃兵器を大量に搭載し全転効果で精密攻撃を行う攻撃機として開発された大型のレドームに合わせ並列複雑としたために機体全部が丸く大きくなっている 主翼は中翼配置で折りたたみ機構を備える。E 型は P&WJ52P8 バイトターボジェットエンジンを二機動体下部に搭載している。アメリカ海軍は1957年3月にアメリカ国内の航空機メーカーに対して朝鮮戦争における艦上機の運用実績評価から構想した全天降下での低空進行能力と精密攻撃能力を持つ機体の 開発提案依頼を行った。1958年5月に提案の中からグラマン社が提案した G-128 案を採用し A2 階から1の名称で開発契約を締結した。その後1959年3月に発起の試作機製造契約を結び、1960年4月19日に試作初号機が初飛行している。なお、 開発段階においては、優れたエストール性能を求めて排気ノズルを23度下向きにできる機構の搭載も予定されていたが、運用試験において廃止されているため、量産型はノズル変更はできない。1963年2月より初期型の A-6A を実戦部隊に配備した。1965年3月よりベトナム戦争に参加している。本機は、 全天候運用、精密攻撃のために複雑な電子機器を搭載していたが、実戦環境での搭載機器の稼働率が低く、また、夜間に移動する車両を補足するほどの策的能力は持っていなかった。しかし、1966年の年末の気象条件の問題の中、唯一作戦行動可能な環状機であったことを、海軍は評価して、 A-6E まで改良が進められた。1996年に行われた艦隊併用合同演習に参加していた厚木基地に展開中の第115攻撃飛行隊所属の A-6E が標的栄光中に海上自衛隊の朝霧型護衛艦夕霧の高性能 20mm 機関砲によって撃墜される事故が起こった。1997年に退役。 バ -165 所属の A-6A バ -35 所属の A-6C 空母の甲板上で翼を折りたたんだ状態の A-6ETA-4J スカイホークに空中給油を行うかマイナス 6D。ありがとうございます。